こんにちは、せーの、こんにちは。まあ、まずはね、挨拶から始めないといけない。なんか言ってよ。ですね、これはね、我々こびないがですね、主催 の、 ライブの一応告知という感じで、ネバーランドさんを、使わせてもらったと、はい、で実は2年前ぐらいにも使わせてもらってまして、ね、はい、今回2度目なんですけど、今回初めてネバーランドに来る2バンドも連れてきました。はい、で、それがですね、ここに出てるですね、ワクワクライブ、10月10日館内 BB ストリート、19時スタートのですね、フォッパイ、フェラーリで、ギミック今回来てないんですけど、あとコビ内の3バンドで今回合宿をやったと、うん、ってことで、まず早速じゃあフォッパイ、はい、バンドのちょっとね、紹介というか、はい、してもらっていいですかね。バンドの紹介ですか。はい、自己紹介的な、あ、はい、特徴とか。フォッパイになります。ポッパイです。ポッパイでーす。今回は3人しかいないんですけど、普段は4人編成で、バンドをやっております。はい、はい、で一応この中ですと、まあ、最年少組のバンドになりまして で、ね、で、まあ、僕を中心に仲のいい友達を集めて組んだバンドっていう感じですね。はい、結構なんだっけ。あ、そうですね、僕とこのここが幼馴染 で、 でここが高校の同級生でみたいな感じなんですけれども。はい、仲悪いマジで。で結構楽器初心者だったりとかも、まあ、そのバンド組み始めた時に楽器初めてやり始めましたみたいな感じの人とかもいなかったか。特にいなかったんですけど。いや、いないけど。いなかったけど、まあ、結構みんなで和気あいあいと、まあ、なんかのらりくらり、はい、なんか積み木遊びをするような感じでこう音楽をやっていく。積み木遊びをするような感じでよくわかんなかった。かっこいい。だけど途中で崩れたりするんで。 ちなみに名前の由来は、パイが好きだからっていう。ああ、なるほどなるほど。円周率。そうです。好きで無限にいるからパイ、はい、そうですね。円周率のパイ自体に無限に続く、いつまでも続いていくバンドになればいいなっていう。おお、やっぱパイがいいですよね。パイがね。はいはいはい、ということで、じゃあ続きまして、はい、フェラーリ。はいはい、あ、4人。はい、はい、かぶってますよ。はい、すみません。今回は誰が代表して喋るんですか。あ、僕、うん、あ、僕、はい、こちらフェラーリです。りょうちゃん、どうも。まあ、見ての通り掛け持ち、掛け持ち、こら、なんか言うお察しみたいな。お察しがあるんですけど、まあ、つながりとしては、こびないが元々同じバイト先でやってたんですけど、その直接の後輩のバンドになるんで、まあ、弟分バンド的な感じで組んでます。まあ、掛け持ちで結構いろいろやってるんで、まあ、僕も石井くんも結構ライブ中は、まあ、2つバンド出るんで、まあ、いろいろわちゃわちゃして、まあ、結構目につくこともあるかと思うんですけど、まあ、ちょっとご容赦いただければと思います。真面目か。どんなバンドなの。根が真面目なんだよね。根が真面目、ご容赦ください。なんだよ、ご容赦ください。こういう時になるとね、カチャカチャになっちゃうんだよね。残念そうな感じされてる。人いじる時だけ。終わった後でもいいから。縛った、縛ってもらったから。ちなみにバンド名の由来は。あ、早いからです。早いからです。あ、早い、演奏が。いや、早いからです。早い、早い、早い。何が掘っていいのかな、これ。ライブ中にね、結構転送とかも。ああ、そう、いろいろ早かして早さ関係ないです。何かが早いバンド。何かが早いバンド。まあ、ライブに来てもらえればね。ああ、それが分かるわ。下ネタ的なことではない。ちょっとそれかなと思ったけど。押田さん、そんなこと考えたの。え、そう思わなかった。嘘つきの顔してます。そういうバンドです。はい、お願いします。フェラーリでした。はい、じゃあ最後我々、主催のコビナイということで、じゃあちょっと、はい、リーダー、リーダー、コビナイです。あれです。あれです。バンド組んで、まあ、5年ぐらい経ったんですけど、まあ、ちょっと兄貴分バンドとして、今回はね、合宿を開いてみたりとかっていう感じですよね。終わり。まあ、
仲のいいバンドなんですよ。はい、小見ないって。およりすぎんだろ。バンドを始めて5年って言ってるけど、うん、俺20歳ぐらいの時からあって、もう、ね、もう10年以上一緒に、はい、の付き合い、バンドではなくっていう、うん、その友達としてっていう。そうですね。だその良さが、うん、まあ、ライブで出せたらいいなというところですかね。ほどですね。そうですね。ちなみにあのバンド名の由来って何だったんですか。ですね、あのさかなくんいなくて、あのリーダーのチュロ氏とこの押田さんと自分のホルモンを受けて合コン行ったんですよね。で高校に行って、あの押田さんが可愛いって言った子だっけ。あ、いたい、うん、陽子ちゃんね。陽子ちゃん、陽子ちゃん、疲労か陽子ちゃん。おいおいおいやばいだろで、あのそこでその陽子ちゃんがね、押田さんすごい可愛いで、なんか LINE で押田さんがポロッとつぶやいたのが、俺陽子ちゃんのあのこびないと感じが好きだわね。いいよね、うん、全然こびない、こびないの、うん、笑わない、そう笑わない、そう一緒に飲んでんのに笑わない、うん、つまんねえじゃん。あのぬいぐるみで、ぬいぐるみなんか、うん、の方に意識がいってたからね、はいはいはい、一緒になんかゲームセンターで取ってきたぬいぐるみみたいなの持ってて、うん、一生懸命盛り上げてんだけど、うん、意識はぬいぐるみの方に行ってたっていう、陽子、うん、ちゃんの意識が、ああ なんかさ、あの聞いた話だと、あのその合コンの1週間前になんか彼氏ができたみたいなね。そう、実は、うん、後から聞いたこととして、うん、それはこびねえよで、こびないということですね。もともとあの、モテるためにね、あの社会人になって彼女もいないし、どうやったらモテるだろう、あのこの3人でこう、あのずっと飲んでミーティングを重ねた結果、じゃあバンドを組もうと言って始めたのがこの起源ですかね、こびないの。うん、いやバンド名の由来からバンドの起源まで大事。我々だけだいぶ尺取っちゃってます。大丈夫ですか、すいません。でも聞いてもらえば分かる通り、もう全部3人の中で解決してたんで、うん、僕参加した時はもう、もちろん元気もりもんで、あ、そう、元気もりもん騙しててライブ本番の時に本当のバンド名告げるっていう、ね、なかなかないですよ、あのライブ本番まで自分のバンドの名前知らない1年以上ないね、ひどい。まあそんな感じでね、はい、我々ちょっとこの3組プラス、ギミックでライブをやりたいなというところですね、はい、日付とかはここに書いてある通りなんで、まあ、もし見てくれてる方がいたら、来ていただけると非常にありがたいなということと、あとはまあ最後にあのネバーランドさんせっかく使わせてもらったんで、何かこうね、アピールというか、こんないいところあるよみたいなのがあれば、なんかこう、もう挙手で何人かにいてもらって、わーみたいな、挙手制、挙手でもう、あれば、あればさっきバンドごとって言ったよ。え、なんでもない、なんとですか。いや、挙手制で、もう挙手制で、挙手制から、挙手制。いや、いいとこないみたいな。はい、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 うちのホルモン青木、ホルモン青木です。いや、誰からも影響されずにこうお互いを見つめ合う時間を提供していただけて本当にありがとうございます。アピールになってた今。あ、じゃあ、はい、坂田君、設備が本当にいいんですよ。なんで、まあ、結構、まあ、地図見てもらえばホームページとかで山奥だって思うかもしれないんですけど、うん、とりあえず来てもらえればなんとかなるんで大丈夫です。はい、じゃあ最後、はい、チャラ君に教えてもらって、はい、はいはい、そうですね、ちょっと山奥っていうふうに言われたんですけど、確かにコンビニとかもちょっと距離があるんですけれど、その分花火とかしても周り人いないからすごく楽しめるし、バーベキューもやったし、そうですね、僕らちょっと自前でプロジェクターの方持ってきたんですけれど、それ使って一晩中ビデオ見てますね。それがすごく楽しかったです。それでも怒られないぐらい自由にね、そうですね、ガンガン音出してね、そうですよね、はい、もうこれはもうオーナーの人柄なんだなと、はい、非常に甲高い声ですね。そうなんです。なかなか響き渡らない。ちょっと嫌な声。響き渡らない感じだったね。じゃあみんなも、ネバーランド来てねー。せーの、来てねー。だから。すいません、すいません。というわけで、こんな感じで。どうもありがとうございました。